僕の名はリオン。そのマシン、見たことのないタイプだな。え？ああ、ガンブラスターのことか。ガンブラスター？ああ、お前たちのマシンと同様、世界グランプリを戦うために開発されたマシンさ。そのマシン、グランプリマシンなのか？まあな、もっとも開発が遅れちまったおかげで、前回の参戦は間に合わなかったけど。だが、次のグランプリで衝撃的なデビューをしてやるよ。なるほど。それでグランプリ開催前の腕試しに来たってわけか。まあ言ってみれば実践テストみたいなものさ。幸いここはタイプガンマで学習させるにも絶好の舞台だしな。タイプガンマ？次世代型 GP チップさ。次のグランプリ、ガンブラスターとこのタイプガンマで僕たちは優勝を狙うつもりだ。なかなか興味深い話だ。この大会、てっきりグランプリレーサーしかいないと思っていたが、君のようなレーサーも来ていたとはな。お前もグランプリレーサーだろ？まだ名前を聞いてなかったな。僕の名はユーリ。SSR シルバーフォックスのリーダーだ。シルバーフォックスのユーリ？どうやらガンブラスターに戦わせておいて、損はない相手のようだな。僕も君のマシンには興味がある。次のグランプリのためにも、データのないライバルマシンの実力は見ておきたいものだからな。それじゃあ、こっちもデータ研究と行こうか。よし、勝負だ。ガンブラスターは止められない。油断も手加減もしたつもりはない。僕の完敗だ。いや、僕の勝利は単にマシンの性能差に助けられたに過ぎない。運が良かっただけだ。君のマシン、ガンブラスターとか言ったな。ああ、それがどうかしたか？いいマシンだ。確かにマシンの性能だけで勝敗が決まるわけでもないが、こうも圧倒的に性能差を見せつけられるとさすがに落ち込むな。それはこっちのセリフだ。その性能をはるかに上回っているマシンがレースの展開一つで危うく負けちまうとこだったんだからな。僕ももう少し実践に慣れないといけないな。リオンか。
強力なライバルになりそうだな。いい経験をさせてもらった。礼を言う。この借りはグランプリで返す。残りのレース頑張れよ。ああ任せてくれ。誰だお前、グランプリレーサーじゃないみたいだな。あんな遅いやつらと一緒にしないでほしいね。お前の方こそボルゾイのレーサーか。ああ、手紙に書いてあったやつだろ。違う、僕の名はリオン。ふーん、聞いたことない名前だね。グランプリレーサーでもボルゾイでもないやつも来てるもんね。聞いたことがないのに疑い様だ。お前も見たところグランプリレーサーじゃないみたいだしな。ということは、お前がそのボルゾイってやつのレーサーなのか。あんな奴らと一緒にするな。なんだ、急に怒って。そいつに恨みでもあるのか、お前。終わりさ。だからわざわざこんなとこまでレースに来てやったんだ。うーん、グランプリレーサーでもなければそのボルゾイってやつのレーサーでもない。なら俺と同じってことか。そういうことさ。で、お前は早いのか。早くなければそこまで残ってないぜ。それはそうね。まあ確かに私以外にグランプリレーサーでもボルゾイでもない奴が残ってるっていうのは興味あるね。試してみるか。面白そうだね。相手になってやるよ。言っておくが、ガンブラスターは半端なスピードで勝てるようなマシンじゃない。本気で来た方がいいぜ。そっちこそ。ファイアースティンガーを舐めてかかると痛い目見るよ。よし、勝負だ。ガンブラスターは止められない。まさか。僕の勝ちだ。文句ないな。さすがにここまで残ってただけあって、なかなかいい勝負ができた。ガンブラスターも早いやつと出会えて喜んでるはずだ。ボルゾイまであと一歩のところだったのに。ちくしょう。何か目的があったみたいだな。悪く思うなよ。すまない、先に行く。気をつけろ。ボルゾイは汚いやつだ。きっと最後に何か企んでいる。
罠にかかるなよ。心配しなくてもきっちり優勝してきてやる。任せておけ。